1ヶ月で二の腕マイナス4センチ、ウエストマイナス4センチ、太ももマイナス3センチ、6キロ痩せた筋トレ一緒に始めていきましょう。まずは座りながら二の腕を細くしていきます。膝を立てて肘を曲げ伸ばしするだけ。手のひら内側でグッと押すようにすると二の腕にめっちゃ効きます。肩甲骨は寄せるイメージで背筋は伸ばして行っていきましょう。で、余裕がある方はお尻もちょっと持ち上げてみます。ちょっとだけ浮かせるだけでも大丈夫です。徐々に慣れてくると思います。きつかったら休んで大丈夫です。これ本当に二の腕に効くので、毎日ね1回2回3回でもいいので続けてみてください。本当にねめちゃめちゃ効果あります。続いては仰向けになって、お腹にふっと力を入れて、ちょんとつま先でタッチ、これを繰り返します。お腹だけにしっかりと効かせていきます。お腹に力を入れて、ゆっくりと足を下ろし、つま先でタッチ、これを繰り返していきます。お腹にじんわりと効いている感じがあれば OK です。続けていきます。お腹以外の部分は使わずに、しっかりとお腹に力を入れて、つま先でタッチ、ゆっくりで大丈夫です。続けていきましょう。あと少し。続いてヒップリフト、お腹、太もも、二の腕の引き締め、一気にやっていきましょう。普段ね、あんまり使わないもも裏なので結構ね、きついかなと思いますが、これをやると太ももの引き締め、お尻の引き締め、ついでに二の腕も引き締まるので、めちゃめちゃ一石二鳥なので、これだけでもいいから毎日続けてみるとだいぶ体が変わってくるかなと思います。膝と膝の間は拳1個分ぐらい開けてください。ブレちゃう方はクッションを挟むのもおすすめです。だいぶきつくなってきました。頑張りましょう。あと少しです。自分のペースで OK。次は横向きになって、足をパカパカ足痩せしていきます。頑張りましょう。膝90度に曲げて、お尻の付け根から動かすイメージ。骨盤がなるべくぶれないように、こんな感じで手で押さえても OK です。O 脚とか X O 脚の方にもすっごくいい動きで、実際に私も足の形がねすっごく綺麗になったので、めっちゃめちゃ効果あるし、お尻も引き上がるのでやって損なし。慣れるまではこのパカパカがね結構辛いと思うんだけど、1日1回でもね続けると本当に変わるので、続けてみてください。続いてこれは絶対やってほしい、内ももの隙間を作っていきます。この動きは内ももに隙間ができるから毎日こまめにやってほしいんだけど、骨盤がグラグラしないようにしっかりと固定します。つま先を天井に向けて15秒、つま先を床に向けて15秒やっていきます。つま先の向きを変えると内ももの中でもね効く部分が変わるので、ぜひどっちもやってみてください。あーだいぶきついですが頑張りました。あとちょっとです。回数よりもゆっくりね、しっかり効かせることの方が大事なので、焦らずで大丈夫です。続いて足パカパカの反対側をやっていきます。頑張りましょう。膝は90度に曲げて、お尻からパカパカと動かしていきます。膝からじゃなくてお尻から動かすのがポイントです。骨盤がずれないように手で押さえても OK です。たくさん回数をやるっていうよりも、しっかりと持ち上げて上で止めるようなイメージでやっていきましょう。ゆっくりで大丈夫です。1回でも2回でも大丈夫。ゆっくりと続けていきましょう。続いて反対側の足に隙間を作っていきます。頑張りましょう。つま先を天井に向けて、内ももの付け根から上にぐんと上げていきます。結構きついですが頑張っていきましょう。これをね続けて、本当に足の隙間ができたから、もうね騙されたと思ってね、毎日続けてほしい。で、次はつま先を床の方に向けて上にアップしていきます。頑張れ。あとちょっとです。続いて二の腕引き締めるためにプランクやっていきます。頑張りましょう。ポイントは胸を床から遠くに離すイメージで、だんだんと胸がね床の方に落ちてきちゃうと思うので、なるべく離すイメージで。これ本当に二の腕にも効くし、お腹の引き締め、足の引き締め、もう全身の引き締めになるから、1秒でも2秒でも頑張ってみると効果がねしっかりと出てきます。あと少し頑張りましょう。
1。すごい頑張りました。ここからは足のストレッチやっていきます。普段使いやすい前もも伸ばしていきます。片足は前、片足はなるべく遠くに。反対の手で足首をつかみます。痛いかなという人は無理はしなくて大丈夫です。余裕がある人は前に倒れてみましょう。股関節を床に近づけるイメージでゆっくりと伸ばしていきます。はい、そのまま後ろに倒れてもも裏、ふくらはぎの裏も伸ばしていきます。リラックスして行っていきましょう。足の親指で壁を押すようなイメージで前屈すると、もも裏、ふくらはぎの裏が結構しっかりと伸びてくれます。使った筋肉がガチガチに固まらないようにゆっくりと丁寧に伸ばしていきましょう。続いて反対側の硬くなった前ももも伸ばしていきます。片足は前、片足はなるべく後ろ、反対側の手で足首を持ちます。股関節を床に向けて押すようなイメージでしっかりと伸ばしていきます。余裕がある人は前に倒れてみるとより伸びるかなと思います。無理はせず、自分のできる範囲でゆっくりと毎日少しずつ続けていきましょう。はい、頑張りました。次はそのまま後ろに倒して、もも裏、ふくらはぎの裏をしっかりと伸ばしていきます。普段ね、伸ばしてないと結構痛いかなと思うので、自分のできる範囲、痛くない範囲で大丈夫です。ゆっくりと丁寧に伸ばしていきましょう。呼吸も忘れずに。ここまで7分間続けれてることがめちゃくちゃすごいことです。あと少しだけ頑張っていきましょう。次はトレーニングで使った内ももをしっかりと伸ばしていきます。今日は内ももを使ったので、股関節から後ろに倒すイメージで内ももを伸ばします。伸ばしてる足の内側で床をギュッと押すようなイメージにすると、より内ももの伸びを感じられると思います。ゆっくり丁寧に自分のペースで大丈夫です。しっかりと伸ばしていたわっていきましょう。あと少しです。お疲れ様です。次は反対側も同じように行っていきます。ラストスパート頑張りましょう。股関節から体を後ろに倒すイメージで、伸ばしてる足の内側で床、ヨガマットをギュッと押すようなイメージで内ももを伸ばしていきます。使った筋肉をしっかりと伸ばして、より痩せやすい体を目指していきましょう。あと少し頑張りましょう。お疲れ様でした。また明日も一緒にここでトレーニング頑張りましょう。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。